したいと思います。この曲が終わったらもう一度少しだけ休憩を挟みまして、その後、志保さんとそれからお待ちかね会津理香先生の演奏になります。では最後の歌は、ちょっと皆さんよくご存知の曲で、行ってみたいと思います。もし知っている方は一緒に歌ってください。Oh,